おはようございます。本日のおすすめはこちら、佐藤圭さんの天国に涙はいらないです。第7回天劇ゲーム小説大賞金賞受賞作です。霊視能力を持つ主人公、学校で噂になっていた呪いの教室の除霊を依頼されます。強大な力の前になすすべがない主人公に地天使が現れるのです。そして悪魔退治が始まっていきます。壮大な舞台と繊細な心の動き、ささやかながら劇的な物語でございます。ぜひお読みくださいませ。